前から聞こうと思ってたんですけど、綾瀬先輩、好きな人とかいないんですか？夜一人の時、どうしてるかな、会いたいなって思う人、いないんですか？でも私、しのぶちゃんの番号知らないし。ライバルの話じゃなくて！どうしてるかな、会いたいな。綾瀬さん、彼氏いるの？絶対いるって、絶対モテるもん。カルタやってる人？これは恋バナ、恋バナ。彼氏とかはいないんだけど。またまた。水沢の部長は？でもカルタ強くならないと、目の前にさえ座れないから、頑張らないといけないんだ。おお、恋バナ。カルタとかっていろいろバカなんだ。あ、でもすごいね、カルタに勝とうないみたいだね。ん？私も次の大会で B 級になれたら行っちゃおっかなーって。え、誰に誰に？2年だと優雅くらいでしょう。よろしく部長。私は3年の先輩ごっそり抜けて超テンション下がった。え、でも海行けるかもじゃん。エロム先輩来るかな。高校選手権で水沢に負けた時告ればよかったな。けどいっぱい泣いちゃって、それどころじゃなかったね。泣いたよね。みんな、そういう気持ちであそこにいたんだ。知らなかった。好きな人がいて、同じ気持ちになって。新たは、どんな気持ち？わかんない、全然。でも、わかりたくて。私はきっとまだ、何にもわかってないんだ。